ヨハン・シュトラウス一世一作、大ガロップを踊る人々。ウィーンの劇場新聞、ウィーンの情景への本より、J.C. シェラーの絵画に基づく映画イガーの掘り判が、ギャロップとは、馬の失踪する様子を表すダンスである。ドイツ語では、ガロップと呼ばれる。英語では、馬の失踪を意味するギャロップから、L を一文字取って、ギャロップと表記するが、ドイツ語では、馬の失踪とダンスの綴りは、 同じ、ガロープである。1820年代のウィーンで大流行した。ダンスの内容は、手を繋いだ二人組が巨大縄を形成し、猛烈な勢いで回るというものである。靴を踏まれたり衣服が乱れるのは当然で、カツラが飛んだり、場合によっては、将棋倒しが起きるほどの激しさであった。そのあまりの激しさにより、呼吸困難になる人もいたと言われ、 健康を害するという理由で禁止された。なお、速度の面では、ポルカシュネルとさほど変わらないが、ポルカシュネルはあくまで人間の歩みを基調とし、また独立した二人組によって踊られるダンスである。リンガー P115 ハット ABCD コミア P86。ありがとうございます。